はい、えー、私はあ弁理士レック専任講師の宮口ですどうもこんにちは,はい、今日はですね、えー、私の隣にいるのはあ令和5年度弁理試験の一発合格者墨野愛沙さんにおいでいただきましたどうもよろしくお願いします毎年このイベントやってるんですがあ合格者対談ということでね えー、その皆さんも興味あるでしょう。1回で受かりたいっていうね、えー、人多いでしょうから。どうやってその勉強してきたかね。これをインタビュー形式で、えー、聞いていきたいと思いますんで、まあだいたい20分から30分ぐらいになると思いますけどね、えー、最後までお聞きいただければと思います。はい、それではよろしくお願いします。いますはい、じゃああの全部でね。まあ、質問が5つ用意されております。はいで、まず1つ目ですね。はい。 いろいろな資格ある中で弁理士を目指そうと思ったきっかけをお願いします。はい。はい。大学での研究活動を通じて、うん、自分は自分自身が研究をするよりも他の人が研究を進めるサポートをする方が向いていると思ったので、うん、そのこれまで研究で培った能力も活かせる弁理士を目指すことにしました。ああ、なるほど。サポートしていきたいと、はい、自分が研究やるよりも。はい、ただあのあれですよね。住、はい、野さん聞くところによると研究者としての。 キャリアもだいぶ長かったと聞きましたけどあのまあ研究者もおそらく向いてると思うんですがまあそれでもやっぱりあのサポートに待とうがいいと思いましたが自分がその研究で成果を出すことよりもやっぱりそのでしょ研究室の後輩の,後輩のこう指導をしてその後輩が研究をきちんと完成させたときとかのほうがやっぱり。 目の前にいる誰かのために頑張る方が自分には向いていると思いすあそうですかあ、なんか私と似てますね、私ももともと理系でね、あのー、理系を出て、理系の理工学部ね、そして、まあ、メーカーに就職したんだけどね、やっぱりその私が感じたのはね、才能ってあるんですよね、研究者ってね、住、ま、友、あ、さんも才能あると思うんですけどね、研究者としてはね、私はね、研究者としての才能はなかったんで。 あこれはもう違う方面で頑張っとがいなでも理系のこれまでの経験を生かしたいなということでねあの便利書を目指したという感じです、はい、さあそれでは2つ目のし、えー、質問行ってみたいと思いますねはい資格取得の手段としてですね、えー、レックを選んでいただいた理由は何でしょうかはい、まあ、定番の質問なんですけどね やっぱりレックは合格実績が、うん、とても良いことが決めてでしたなるほど、合格実績ですね、私はね受験生の頃っといっても、まあ、平成10年前後ですけど、その頃はあはレックはねあの、シェア1位じゃなかったんですが、正直、今ももう、もうなんていうか、まあ、シェア何何位2位、3位とかありますけど、僅差ではなくて、だいぶね、やっぱりこう差をつけて、レックというのは、集客人数、合格実績もね。うん あの相当数の長年にわたって出してるというところが、まあ、やっぱりこのこれから目指すぞという人にとっては安心感があると思いますよね,すねはいということで、えー、レックを選んでいただいた理由もちろん合格実績ですはいさあそれではですねまあ実際にあ質問3つ目ですね実際に、えー、学習してみて、えー、レックのカリキュラムそれから教材そういったものはいかがでしたでしょうか とても良良かかかっったたでですす特にキャリキュラム教材ね、今日、ね角野さん持ってきていただいてるんですけどどれでいきますか、どれから紹介しましょうか。こここここれれいってまますすじゃあんんに載せでコメントどうぞちらの 担当サルベージゼミ、リ<ー>アレジミニマムスタンダードという、担当に必要な知識がすべて一冊にまとまっているテキストをとてもよく使いました、ねはい、あこれは担当試験、便利試験ってあの担当試験、はい、論文試験、工事試験ってあるけども、その第一関門である担当向けのテキストとして、住、はいえー、野さんがなんか一番役に立ったと思って持ってきていただいたやつですね、はいはい、これ、あれですよね、あの例えば、住野さん、例えばこの辺 色をきちっと塗って、私の指示通りに、素晴らしいですね、付箋も貼っていただいて、これはなんで付箋が貼ってあるんで結構、刑事罰、結構、知識あやふやだった太で、にも本当に直前に、あでそういうことですか、なるほどね、これ、私の指示通りに塗ってますもんね、10がピンクで、5が、あれ、オレンジでね、3が黄色、1が緑。 えー、3から10がまたピンクで、ああ、もう私の指示通り、で、科料、はい、が紫と、はい、素晴らしいですね、うん、これ、特になんでしょうね、いろんなテキストがあるけど、ど特にどういう点が良かったですかね、いろんなテキストあると思うんですよやっぱり一冊にすべてまとまっている、うんはい、っていうのが、一番大きかったですね、はい、あそうですか、す本当に4月、5月はずっとこの本、カバンに入れて、ええええ、ああ、そうですか。 仕事行く途中のテレビの中で見たりとか、えー、ああ、知識とかも,もうこれに集約してるからね、はい、そうですか、これあれですもんね、確かに、最初、特許,特許法の一条から始まって、はい、で最後はまあ著作権法だったかな、不況法だったかな、ああ、不況法ですね、あ確かに不況法の40条、全科目入ってますね、でしかもなんか、後ろの方に、改正事項も入ってますね、いやこれは確かにいいですね。 これ <laughs> から見てもいいと思います、これ、はいで、これね、ちょうどタイミングいいですよね、角野さんも参加いただいてたね、担当サルベージデミっていうのがね、年明け、2024年の1月13日から始まりますけど、角野さんもそれ出ていただいてね、そう、で、担当試験に受かっていただいたということなんですよ。ね これちょっとお見せしてもいいですかありがとうございますなかなか、ね、皆さんこういうのを見せるの嫌がるんですが角野さんは、ね、もう度胸があるというか、ねはい、これが、ね、皆さん参考になると思います、ね、これが、ねあのー、合格通知です、えーえー、令和5年度便利試験の担当式筆記試験合格通知ですねでこれは右側は、ね、これ基準ですね 39が合格基準で各科目ごとに8444これいいですね、ちょうどあのこれから便利試験を目指す人にとってもい,いい知識なんですが担当試験というのは60点満点で39以上が合格です、えあのまあね、必ず100%これとは言わないんですがもうずっと39なんで、まあ、39と思っていいですで、各科目ごとに4割以上なんで2四が8、えー、10×0.4 で4あと全部以下同じ。 うん、だからこれを下回ると、1個でも下回ると、全体が不合格になります、そんな中、ね、住野さんはトータルが42点、特実14点、えー、衣装が8点、えー、正直私もね、衣装8点だったんですよ、ね、ちょっと情けないですけどね、その代わり私はね担当、あの初見で解いて19点で、8点で、あと全部10でしたよね、あ商標がちょっとね、危なかったですね。 これちょっとね、商標危ないですわ。<laughs> で,で、まあ、女王百はね、まあ、あの、旧大点というか、まあまあまあですね。で、調布も1年、選手の割にはいいと。ちょっと商標危なかった。そうです、商標でね、足切りになった人多いんですよ。ね、あ、住野さんみたいに実力あっても5点ですから、あのーね、ね、えー、商標が3点で落ちた人が非常に多かったです。いや、素晴らしいですね。えー、42点。 えーまあ、そんな、ね、めちゃくちゃ高いわけでもないんだけど、まあ、合格よりも3点上回っているという合格基準というよりも、ね、それで合格したっていう感じです、ね、担当サルベージの、まあ、おかげで受かったようなもんだということで、ねはい、じゃあ,、えー、とさあ、今度は論文で役に立った教材の印象があればあこ,こになくてもいいですよなんかあの今の記憶をたどってどういうあれがよかったかなみたいな論文で。 宮口先生の論文山ごろ講座、あれを、ええ、私は1年目という、だから論文基礎力鑑定講座が始まったタイミングで受講したことによってあもう早期の段階、そつまりその論、えーと、担当に受かってから受けるんじゃなくて。ええ もうその入門の段階でちょうどタイミング的に売り出し中だからそれ取ってみたと、はい、いや、それは素晴らしいですね、難しくなかったですかそうです、ね。細かな内容はよく分からなかった、その時点では分からなかったんですけれども、えーはい、やはりその論文の型が、えー、初めの、はいはい、その時点で身につけることができたので、はいはい、その後の,その論基礎の。はい そのレンの際などにも、うん、初めからそれなりに点数を取ることができたので、はいはい、結構その、一度もその論文に苦手意識を持たずに、本番まで、はい、挑むことができるであそうですかいや、これはね、いいこと聞きましたよ、論文っていうのはね、やっぱりその知識がないと書けないんですよ、でもうちょっと具体的に言うとね、さあ、今から論文書いてくださいって、小学者に言っても、多分ん3行ぐらい書いて、あとは何も手につかないというような状態なんですよ、小学者ってね。 でそんな中です、ね、まあ、普通であれば担当試験が終わってから受ける講座をもう入門の段階から取ることによって逆にその論文たるものどういうものかというものを知って、ね、そのゴールに向かって突き進むだけだというそれが多分、構想したんじゃないかと思いますね。 住野さんはね、度胸がありますよ。やっぱね、度胸のある人ね、受かりますね。度胸と決断力のある人はね。はい、住野さんのお点数です、はいえー。得点の平均59.5、得実119点、衣、え、装、ー、56点。 えー、商標63点ですね、えー、であの初めてこ,のこれ見る人はねだからど何なんだという感じだと思うんで私は解説をするとです、ね、この得点の平均が何点だと合格点だというと54点です、ね、54点をもう5.5上回ってる、ね、いいですねで、特実の合格ラインは108点なんですよ108点ねで、それを11点上回っていると。 はい、で衣装はちょっとギリギリですね、衣装はね、54点が合格ラインです、56点、ね、でああ、素晴らしい、あのー、これはね、なかなか取れないですよ、60超えるってすごいです、だって、特実も2で割ったらね、59.5ですから、あのー、そういう意味ではね、商標63、これは本物の合格点ですね、えーまあ、もちろん合格ラインが54点ですから、それを9点は待ってる。 あ,あ,商標あれ、住吉さん、理系だけど、商標がこう,なんかうまくかけたのは、なんか理由があるんですよ<や>商標の方が好きとかいやではなくて、えー、逆に商標、すごい苦手意識が強かったんです、す、うんうん、あど、はいえー、拒絶理由などが結構その、特、うん、実や衣装と雰囲気が違うじゃないですか、なので結構直前に、結構、商標の,の過去問をたくさん解いて、えー、ああはいはい、で挑んだのでそれがんだ、そうですか、今、ちょっとキーワードが出ましたね、うん、なんか過去問をやったと。はい なんか過去問はどうやってやったんで古文は、ええ、宮口先生の理想、ええああとうごといます <laughs> あの私の、ね、理想と現実という論文・去問対策講座これを、ねまあ、やってたと直前あ素晴らしいですねあのもう初期の段階で山ごろで型を身につけて、はい、で担当のあとは論文・去問対策いろいろね答んも,ももちろん受けていただいて、はい、直前系とか公開模試も。はい、ね それで、えー、論文、過去問対策あれ、26年分ぐらい、ね、載ってたと思うんで、これ、全部やりました、正直。ああ、どういう感じでやりました、私がね、講義をやってるのが過去15年分ぐらいだと思うんですよ、それだけをやったのか、そうですか、じゃあそれよりもっと昔のやつはあまり手をつけてない、はい、ああ、そうですかいや、それでこのね、点数ですから、もう素晴らしいとしかね、ちょっと言いようがないんですよね。うん、はい であと、ですねせっかくあの志村、ね、さん、いろいろ今日持っていただいているんですよ、なんか法文集もなんかこだわりがあるみたいで、はい、でこれいいですかね、ちょっと一応断りを入れると、はいえー、一応引用させてもらいます、えー、パテック規格第27版、4法大賞ですね、あくまでも引用として使わせてもらいます、勉強の成果として、ちょっと適当に開いていいですか。 今たまたまこのページを開きましたけどちょっとこのページを開きながら何かこうですねやっぱりただこう読んでいるだけだとなかなか知識頭に入ってこないので、うん、私は自分で書くことで結構身につけるタイプでしたのでこの「四方対象って結構このようにこうこう空いているスペースが結構多いので、うん、この空いているスペースに、まあ、細かな説明を書き込むことで。 知識にしして身につけましたあそうかこれ、四法対象というのは、ね、一番上から特許法、実案法、意装法、商標法ですよね、でこの場合、ちょっと実案のところがすかすかなもんだからあ、ちょっとメモ書き、メモできるスペースがあるから、ちょっと自分なりにこの解説を付してるということですね、ああ、素晴らしいですねで、色も蛍光ペンとかで、えー、こうなんていうんですか、のぞき書きのところですか、そういうところを青で塗って。 否定的なところですからね、はい、なるほど、いや、素晴らしいですね、そうです、これはあの、一応ね、さっきも言ったように、パテック企画っていうところから出てる法文集、これはあの、普通の法文集もね、ありますよね、はい、一条から順に、あれも使ってましあれは最初のうちは使ってま、ねうん、ああ、そうですか、<の>じゃあ、最初のうちは使ってたけど、途中からこれを中心にやったと。そうですか これど,どうですかね、担当に役立ちました、この勉強は、論文に役立ちました、両方ですか。両方です。すすそうですか両方に役に立ったということでございます。はい、よーし、じゃあそんなもんでいいかな、うん、であと、住野さんはね、えー、っとじゃあ、レックのカリキュラムだから、まあえーっと1年、1年で受かったわけじゃないですか、ね、あの要するに入門講座、あ論文基礎録。 そして担当記録完成講座とね、ね、えー、来て、それで、まあ一年間やって、まあ、それだけでね。まあ、あとちょこちょこっと、その、論文山黒だとか。えー、っと、あの、これね、担当サルベーゼミ。それから、理想と現実ですよね。まあ、そういうオプション的なものを、組み合わせることによって。まあ、一発合格をね、手にしたっていう感じですよね。はい、そうです。であ、わかりました。はい、それではね、その。 これですね4番の質問に行っていいですか、はい、え担当者講師の講義や、クラスの雰囲気はいかがでしたかという、これまたね、ちょっとすみませんね、<laughs> 定番の質問で <laughs> えはい。 まずそうです、ね、宮口先生の講義はすごいその実際の例を交えて説明をしてくださって,てい特許だとその実際にこう願書だったりその審判請求書を追加資料として配布してくれるのでそれを見ることでただそのテキストの文字を追うだけと違ってすごいその実際のイメージを,使を考えながら勉強をすることができたのですごい知識としての入ってきやすい、うん。はい この質問が、ね、もう担当した講,講師の講義って、まあ、俺とこうやって一緒にやってるわけだ <laughs>、まあ当然、俺なんですけどね、まあ、私も角、ね、野さんの印象としてはです、ね、あ,のあるんですよまず、えーあの、質問はあのすごい来る生徒さんもいるんですがそんなに来ませんでしたね、ええま、ったあの全く来ない人すごい来る人。 時々来る人って分類するならば時々来る人の分類でしたよねう、うん、実際そんな感じでねで次に、まあ、あの私のクラスっていうのはね、まあ、ちょっと他の先生のクラスは分からないでわあくまで私のクラスのことだけを言うとその論文基礎録完成講座っていうのがありましたよね、はい、で,でそこで、えー、論文基礎録完成講座の全部で、えー、っと確か18回ぐらいあるんだけど、まあ、そのうちの8回が当連になってて、はい その当連の採点はあの通学クラスに関しては私が全部採点してるんですよでやはり住野さんの答案もう私の印象の中に今でも残ってますやっぱりねなんていうかその初期の段階からこの,この人は1回で受かるかもしれないなっていうねそういうものを感じさせる片りというかそういうものを感じさせましたよ なんかコツあったんですかその辺はやっぱ山あやっぱりあのねなんかねそその普通の人ってやっぱり初学者だからなんか全然書けないというかね二重線でこう消すところが多いとか分量が極端に少ないとかもうなんか最初からやっぱり中上級とまでは言わないけどなんかその普通に書けてるって感じだったんですよねでそれやっぱり初期の段階で肩を身につけてたおかげでしょうね、えー、だからあのすごく印象に残ってます うん、やっぱりこの人は受かるだろうなっていう人がやっぱり受かってるんですよ、住、まあ、野さん以外にもね、何人かいるんですが、やはりこう順当に受かってるというかね、そういうものがやはりもう随所に出てると、ね、入門の段階で、質問もなかなかね、鋭い質問が多かったような気がします。ねはいえー、それではですね、えー、もう最後の質問だな。はい え最後に今後の目標、今後の目標というのは、おそらく受かってからのね、受かったわけだからね <laughs>、受かることはもう目標じゃないんで、今後の多分実務的な目標だと思うね、ああ、これはね、あれだ、新しく弁理試験を目指そうと、これから弁理士やるぞという人に向けてのメッセージ、この2点、この二点を今後の目標は、やはり一人前の弁理士になることです。 人前 <laughs> 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 もう1人前じゃないんですか <laughs> やはりその仕,、えー、仕事として明細書を書くことがまだその得意ではないのでただ、あれですよね、住野さんの場合はその受かってからね、はいえー、大概はほら受かってからあ事務所に転職活動するぞとか、企業の調べブ行くぞと、そういう中。 住野さんはもうあれですもんね受かる前から特許事務所に勤務して、はい、まあ明細書補助事務と、ねはい、明,明細書の補助とか、まあ、その手続き的な事務的なお手伝いそういうものをメインにやってたでこれからは弁理士研修に出て、ね、本当にその弁理士として名乗れるだけのより本格的な、ね、実務をこなしていくと思うんだけど、まあ、だからね、まあ、他の人よりは多分あのアドバンテージだと思いますね でこれから研修ですよね、うん、研修、も始まってるんでしたっけ、い<え>これから、なかなかねあの、大変だと思うんですけど、あのちょっとこれはね、まあ、住野さん、分からないんで、私がお話をすると、まあ、毎年ね、合格者が言ってることあるんですよ、うん、それはあの、まああの、宮口シラス出てよかったなっていうのが、その研修に出て分かると言ったんですねで、それはなぜかというと、研修ってやっぱり課題が難しいんですよ。ええ で課題が難しいから、まあ、たまたまその課題が自分の専門分野だったらそのいいじゃないですか答えられるからでもそうじゃない課題が多いとでそんな中でそのあうちのクラスはほら合格者多いででそのでいろんなその質問いろんなわからないことを質問して聞けるんでね まあそれがいいと言ってましたんで、住、まあ、野さん、分からないことないと思いますけどね、ああの頭よろしいんでね、あのーまあ、そういう意味でもよかったと思いますよ、うちのクラス出身でね。はい、じゃあ、今度はね、便利試験を受験する、ああの新しくね、勉強しようと思っている人へのメッセージをお願いします,、はいはですね、最後まで諦めないことが一番大事だと思うので、ぜひ最後まで諦めずに頑張ってください。はい 諦めないこと。ですね。私すごい担当の勉強が全然間に合ってなくて。その答練などでは、模試では全然いい点数取り。あ、そうですか。書いたことなかったんです。え、模試であの直前ですよね。まさに。四月の末あたりにある。何点ぐらいでした。違う。点数はもう覚えてないんですけど。覚えてない。もう覚えるのが嫌なぐらい。悪い点数。今日から来したいぐらいの点数だった。なんかね、私覚えてるわ。なんかす野さんに。 その直前にねもし何点でだったって聞いたらなんかあのお茶を濁してね結局わからなかったんですよ、ああ、そうだ思い出しましたわねそれがねこ,のこれ使って <laughs> また見せますけどねえこれを使ってそれで結果があこれでしたっけねいや42点いいじゃないですかねまあ42点ってねさっきも言ったようにめちゃくちゃいい点数なわけじゃないけど。で えー、普通だったら、ね、ちょっとこの点数だと正直、論文危ないかなというレベルなんですよ、そこはでも、論文山黒だとか、ね、それから理想源で猛ダッシュしたおかげで受かったと、そういうことですね、わかりました、それで、まあ、諦めないことですよね、はい、そしたらね、み野さん、ねまあ諦めないことっていうのは、まあ、究極的は諦めないことが大事だと思うんですけど、もうちょっとこう具体的にこう砕くとど,どういう感じになりますかね。ね その入門者の中でただがむしゃらに諦め <laughs> なんじゃなくて <laughs> えもうちょっと細かに言うと、うん、やっぱり問題をたくさん解くことが要するに演習を詰めと多分、ね、受験生のタイプはその条文とか暗記した方があ実力をつけていくタイプと、まあ、条文というのは眠くなるからね。 じゃなくて問題演習を多く積むことで実力を積むタイプの二種類に大体分かるんですよ、もちろん、っちで問題演習を積むと、はい、だからね、対外の受験生はやっぱりそうなんですよ、あの問題意識を持てる問題集とかをね、そ,のそれこそあの過去問、ね、あのレックからあの体系別、過去問がありますよ、なんか散プルありますからね、レックの体系別、うんあ、あれば紹介しますし、なければしゃあないですし。 ないですかレックからですね、あ,のあるんですよねそ、それも使ってました、レックの。ね、ではなくて、<laughs> 宮口先生の担当レボリューション、担当 <laughs> レボ、担当レボ、使ってたと、<laughs> いやあの、最後にいいこと聞きました、危ないところでした、聞き忘れる、担当レボリューションっていうね、あの担当過去問対策、ね、これあの多分業界でこれを超えるほど気合の入った担当過去問対策はないんですよ。 そそれやってたんだね、はい、ああうですかなるほどじゃあまず入門講座、えー、論文記者録完成講座担当記者録完成講座そして、えー、と山ごろ理想源丹レボですねああこれもう黄金の3点セットって感じですね,ですねいやこれもう受からざるを得ないって感じですよ、ええ ゴールデンウィークにも直前講習が宮口先生ああ、ゴールデンウィーク、担当向けの担当最後の悪きあの時にすごい、まず授業内でもたくさん問題解きましたし、それに加えてさらに練習問題をたくさんいただいて、倍ぐらいね、配りましたよね、あれをもう最後の1週間で全部解いて、そうですかやっぱりすごい質の高い問題でしたあありがとうございます。 ということでもう、ね、嘘偽りのない発言ですが私がこう言わせてるわけじゃないですよだって、ね、今日の,これこの、ね、対談全く打ち合わせしてないんですよ <laughs> <laughs> で打ち合わせしてませんから本当にもうぶつけてお互い時間がないですもんね志村 <laughs> さんもあの今、さあの弁理試験に受かってもう、ね、なんか所長というかあのリーダーのね人がもう鍛えてるらしくてもう休みもないぐらい。 ああで私もねあのいつものとおりで今日もこのあとすぐ講義があるし <laughs> 打ち合わせなしでねああすみませんね本当ねえそんな中やっておりますんでまあ大体ね本音のところが聞けたと思います、ね、じゃあこんなもんでいいですかねこれで、まあ、最後の質問までいきましたはいじゃあ最後にね私の方からあ締めくくりですけどねあの一発合格者、まあ、短期合格者も含めて やっぱりね共通点があるんですよでそのね共通点を言ってみたいと思いますねやはりねまずあの自分で考え,る考える努力をするまずはね、うん、だからさっき私がねこう言いましたよねあの受験生のタイプにはもうしょっちゅう質問に来る <laughs> 時々質問に来る全然質問に来ないで,でやはりね2番目の人がやっぱり一番かかるんですよあの質問というのはね そっち来てもいいですよ皆さんお金払って <laughs> あの受講するんでね、まあ、何でも聞くでも私はその、ね、皆さんから見ればあの利,利用価値のある人間というかね、まあ、利用すべきところは使えるものは何でも使えるじゃないけど、ね、いいと思うんですよただ、便利士としての職責を考えた時に、まあ、今、住野さんもまさにねいろんなその難しい案件とか抱えてると思うんですよ、うん、実務でね、うん、でそんな中ですね。 やっぱり、その、あの、なんていうか、ほら、依頼主に何でもかんでも聞いてるとね。こいつアホかと思われる、場合もあるんですわ <laughs>。で、まあ、私もね、あの、ありますよ、わからないことね。まあ、正直ね、私、あの、あの、発明に関してはね、鍵の分野がプロフェッショナルなんだけど。家の鍵とか、車の鍵、それ以外のことは全然わからないですよ。それでね、この間ね、あの、たまたまね、なんか全然違う分野の案件引き受けたんですよ。えっ、ー、とね、ビットコインの。 あの、システムであるブロックチェーンってやつね。<laughs> 全然、全然わからなかったんですよ。あの、いろいろ自分でこうたあの調べたりしたけどね。これはさすがにお手上げなんでね。 まあ副代理人というかあのもっと専門家の方がおるんで、まあ、それに委ねましたけどとりあえず自分でやってみる努力はしましたよ、ね、だから最初から投げるんじゃなくて一応限界までチャレンジしてみるというでそれでも拉致があかんかったらあ頼るみたいなねそういうスタンスをあの貫いた方がいいですもう最初からなんか他人頼りじゃなくてね、うんうん、そして角野さんもそうだけどやっぱりこう我々その先人たちのね 知恵を素直に受け入れれてそれを実践するっていう、ね、素,直さああ素直さ、そして、えー、答案を書くときにその読み手のことを考えたその、まあ、字のうまい下手はあると思うんだけど、ね、下手な人でも、ね、やっぱり心を込めて書けばその読みやすい答案を書けますよ、まあ、そういうところ、ね、そしてあ最後にこれだけ聞いていいですか、公実試験はどう述試験全然聞いてなかった、特に対策しませんでした、となんか対策的な。 過去問をひたすらやっぱりああのレックの,あのアドバンステキストとか、はい、そういうのを受けて、はい、なるほどねやっぱり担当,あ担当が一番受かりにくく論文が次に受かりにくく口実は9割5分ぐらい受かるんですけどね、まあ、一応過去問集が出てますからレックの担当あ口実アドバンス、まあ、それをやったという感じですかねはいということで、えー、以上で、えー、令和5年度便利試験 一発合格者宮口クラスの今日はね住野愛沙さんに、えー、あのインタビューをしていきましたどうもありがとうございますありがとうございましたえであと住野さんはねあの合格体験機という紙ベースの合格体験機もあるんですけど、まあ、そちらでもご覧いただくことができますんでね、あのー、そちらも合わせて、えー、見ていただくといいかなと合格体験機ってちょっとサンプルありますかねあありますね あのこういうもんだぞというそれをお渡しして、はい、これは、ね、去,去年のバージョンですけど、えー、こういうのが、ねえー、出ますんで、ねえー、これの今年度版に角野さんの合格体験機も載る予定ですので、ねえー、ぜひご覧いただきたいと思います。 それでは今日はありがとうございました。うしたどうもこれから頑張ってくださいね。いえ、そしてこれから弁理士を目指すとぜひ宮口クラスで楽しくも厳しいこの1年間を過ごしていきましょう。どうもはいありがとうございました。